はい、こんにちは。東海大の医学部の問題なんですけども、これは多分、資格一番の小問の一個みたいな多分問題なんでしょう。N3 乗足100が N 足10で割り切れるような最大の自然数 N を求めようと。割れと言うんだから割りますか。で、まあ、三次式を一次式で割ってるんで、まあ、組み立て情報、3乗、2乗、1乗、定数と。で、N たす10だからマイナス10立てて、1、マイナス10、マイナス10、100、100、マイナス100なんで、1000なんで、マイナス900が余りということで、N3 乗たす100っていうのは、N たす10で割ると、小が N2 乗マイナス 10N たす100で、余りがマイナス900ですよと。で、まあ、これを、これで割った式っていうのが、N たす10分の N3 乗たす100。これは割り切れろと。N2 乗引く 10N たす100引く N たす10分の900と。で、ここは明らかに自然数、整数ですと。で、割り切れる、すなわち整数になるってことは、これが整数、自然数じゃなきゃいけないと。で、N なるべくでかくしたいと。もちろん、この分子を超えたら、もう絶対、自然数、整数にならないと。で、なるべくでかくしたい。なの890。これ以上は無理ですと。で、まあ、なるべくちっちゃくだって言うんだったら、2とかですか ?12 で割り切ると。まあ、そういったちっちゃい数、まあ、他に900の約数になるような N、いっぱいありそうなんで、それはいくらでもありますけども、なるべくでかくだったらもう、これしかないですね。ということになります。で、以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。